日頃から公園の空き缶置きっぱなしなどを見るたびに、こういうのはどんなやつが捨てるんだと疑問に感じていたキレオだが、先日江戸川の河川敷でヤングドキュンの空き缶ポイ捨てしたのを現認したのだった。レシートやなしの食べかすなど雨で溶けたり土に変えるものはまだ許せるが、空き缶やペットボトルとなるとまた意味が違う。キレオが注意しに近づくと、それを察したヤングドキュンはやばいという表情で缶を拾おうとしてたが、時すでに遅し、一度心にセットしたローニングミッションは覆すことは不可能なのである。空き缶捨てちゃダメ。空き缶捨てちゃダメ。